はい、パート3、大東亜戦争の意義についてです。戦争の大義って何でしょうか。国民の命、国土や国体、国家のプライドを捨ててでも戦争は避けなきゃいけないのか、あるいはそれは犠牲になっていいのか。今のチベットやウイグル、香港で起きていることを見ると、自国が植民地になっても隷属すればそこから抜けることは決してできないことを確信します。その意味で大東亜戦争で、戦ったことには意味があるんじゃないかという、これはイアモイさん、どうぞ。だ、結局主権というのは領土と国民とあと政治体制、日本で言えば国体と呼ばれていたものですね。だからこの3つのどれかでもやっぱり侵害されたらそれは戦っていかなきゃいけないっていうことなんですよ、当時の考え方がそれでね。だから、このままでは石油を断たれると、で、国がもう、成立しなくなると、養っていくこともできないというわけで、戦いに、日本は立ち上がったわけで、さっきの話にあったアメリカとさえ戦わないというあの方針を取ることができるなら大義のある戦いだったと私は思います、ただアメリカと戦ったらもう無茶苦茶な結果になってしまいました、だから例えば特攻隊ってありますよね、であれをね、あれは要するに洗脳されて、軍国主義によって洗脳されて、で、わけも分からず突っ込んでいったかわいそうな若者だったっていう人もいますよね、でも僕はそうはなくて、彼らは自分の祖国守るために突っ込んだってやって、自分の意思だと僕は思います。だから、だから主権という考え方があったと思いますよ。どんなに無謀な戦争であってもね、個々の兵士は自分の家族や祖国のために戦ったんであって、それをね、落としてみることはできないと僕は思います。その通りです、で、そんなことをする、国民はあまりいない、その自分の国のために戦った人を称賛しこそすれ、それが洗脳されてたとか、かわいそうな人たちだと言う国民はそんなにいないと思う。だから要するに敗戦国だからしょうがないとは言うものの、いい加減そういうのやめようよと、国のために戦ってくれた人たちをやっぱ尊敬するべきだと僕は思います。尊敬いかなくてもありがとうございましたって。ピーチプリンさん、戦争の目的は戦略の達成、そして、アジア諸国は独立した、ということは勝ったのは日本というふうになりませんか。それからヒロさん、イギリスは全ての植民地を失ったってことは負けてませんかということです、だからその意味においては確かにね、大東亜戦争を一つの目的として植民地を解放するぞっていうのがあったわけですから、それは達成したと思いますね。ただしあれほど国土が蹂躙されて、そして真鍮マッカーサーの軍隊真鍮されたわけですから、とてもじゃないけどやっぱ戦争に勝ったとは言えないでしょう。そしてイギリスにおいても確かに植民地を全部なくして負けたとは言うものの、ただしイギリスのさっきの主権ですよね、国土、国民、そして政治体制というものはしっかりと維持されたわけだから、利益という点で考えればそうかもしれないけど、やっぱ国体とか主権と利益とはまた別の話で、日本はやっぱりその後やっぱ主権を侵害されたと僕は思っております、戦後において。そして勝った方のアメリカやイギリスは主権をきっちり防衛できたという点で戦勝国と言っていいんじゃないでしょうか。大東亜会議、昭和17年にやってますが、なんでもっと早くやらなかったのか、これもやっぱり宣伝の稚拙さですよね。だからやっとあの時気がついたというそういう感じじゃないでしょうか。そうですよね、インパールに至って44年ですかね。そう44年の、3月か、あれを42年でやってたらね。そうその通りですね。だから42年といえばちょうどシンガポールが落ちて、帝国海軍もまだ無傷で、その時にインパール作戦をもししっかりやっていれば、ソ連への補給路が断たれるわけですよね、変わってましたよ、独ソ戦の行方も。もし日本が開戦を決断しなかったら、インドやアジア諸国の独立はどうなっていましたか、いう
ゴッドさん、ブジョーノイさん、うん、だからもし日本があの時に戦わなかったら植民地はそのままだったでしょう。ですね、うん、で植民地はその自力では立ち上がれなかったんです、うん、で日本が行ったから立ち上がれたんです、うん、それはなんか朝鮮半島にもちょっと言えてて、うん、日本がもし行かなかったら本当にもう、中国かロシアかのなんか属国だったでしょうね、うん、だからうん、そう思いました、うんうん、はい、ただそのために破滅的な戦争をする意味があるのか、うん、だから確かにね、日本が米英とうまくやるっていうことは、うん、アジアは見殺しってことですよね、うん、そうですよ、うん、だけど僕は思うのは、僕は基本的にその革命の輸出に反対なんですよ、うん、どんな革命であれですね、うん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 、で大東亜共栄圏というのは要するに日本型の明治新型の革命の輸出なんですよ、要するに、うん、僕はそれは反対で、日本は日本を守ればいいと思うんですよ、うんうん、でかくせず、うん、でアジアが解放されたからあの戦争は良かったんだっていう人いますけども、僕はそれは思わない、うん、全然思わない。だからじゃあそのままアジアが植民地で良かったのかとか、それはそこのお話なので、そこの、うん、そこの責任なので現地の人の問題なんですよ、うんうん、だから、例えば彼らをね日本にどんどん招いて留学させるとか、うん、いろんなことを教えてあげるのはいいと思うんですよ、うん、でも軍隊を送って助けてあげるってね全然違うと思う。なんかいいことしてるかのように思うけど、うん、おせっかいかもしれなくて、おせっかいだと思いますよ、うん、僕は。だからあれだけ朝鮮半島の近代化が行われても何にも、うん、感謝しないどころか未だに反日やってますよね。フィリピンでは日米戦争に巻き込まれて100万人以上が亡くなって、終戦直後は反日感情が強くて、皇太子の訪問に対してもまあいろいろあったと、うん、東南アジアの人たちが日本は西洋から解放してあげたんだと聞いたらどんな気持ちだと思いますかというケン・コビットさん、それからオジュポガさん、さっきと同じ答えですよね、ちょっと関連です。日本軍が東南アジアに進駐して、まあ、大雑把に言うと戦争の仕方を教えてあげた結果、東南アジアの国々が日本に対して感謝しているのに、なんで日本の教育者はそれを教えないのかっていう、これちょっとさっきと矛盾しますが、僕が説明します。東南アジアは一枚絵じゃないんです、うん、で例えばですね、フィリピンなんかはアメリカ統治下で独立の約束があったんですよ、すでに。でもフィリピン議会がもうできていたんですね。だから日本軍が来ようが来まいが、フィリピンの独立は約束されてたんです。なんで彼らは親米なんです、うんうん、ところが、例えばインドネシアなんかはオランダはそんなこと一切やらなかったから、うんうん、だから日本軍のことを解放軍と見たんですね、うん、国と違うんですね、ただ頼まれてたかどうかはともかく、実際にそのおかげで独立できたんだからありがたく思えっていうのはちょっと変な話ですよね。そうですね、やっぱりね、うん、マン・ジュケンさん、シンガポール行った時に現地の歴史博物館で日本がシンガポールの占領をとても残酷にやっていたという展示を見ました、シンガポールは親日ですか反日ですか。じゃあこれも私から言います、うん、シンガポールっていうのは 90% がチャイニーズなんです。ですから彼らはその日華事変 の時に当然そのチャイナ側にシンパシー持ってるんですよ、うんうん、だから日本は敵と思っていた、うん、ところが同じマレー半島でもマレー人は違うんですよ、うん、マレー人はイギリスの圧政からの解放軍と日本を見ていたんですよ、うんうん、ということなんで、だから違うの、その国や民族によって全然違うんですよね、うんうん、いいですよ、はい、はい、あとは国民性と世論の話になりますね、一回負けただけでなんでこんなにへこたれたのか、フランスを見習われと、負けても挽回したことが歴史がいっぱいあるじゃないかと、それを親は子や孫に伝えるべきじゃないのかというご意見です。高野さん、
ただし、まあ、じゃあもう一回勝つぞとなった場合、うん、じゃあまた戦争を始めて人が死んでって言って、やっぱ先の大戦があまりにも悲惨だったので、うん、日本人にとっては、うん、もうこりごりなんですよ、うん、やっぱり75年経った今もね、うん、だからもう戦争はしたくないなと思うとき、もうまあ、へたれちゃったといえばそれまでだけど、もうできたら戦争しないように、まあ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 で行こうというふうに日本人が思うのは、うん、まあ、ある程度そうかなと思いますよ、うん、あまりにもひどい戦いしちゃったから、うんうんうん、フランスって言ってもフランスは、ね、まあね、負けても戦ってってけど、うん、なんか、ね、こう総力戦じゃないし、そうそうそう、どっかの平原みたいなところで兵隊たちがゲームっぽく戦ってる、それと、うん、民間人の上に爆弾が降り注いだあれとはさ、うん、話が違くて、あんなこともう一回やらされたらと思います。関連です。ソ連君、アメリカから原発2発雨のような焼夷弾を落とされたにもかかわらず、日本人が敗戦後それを忘れたかのように、うん、アメリカ万歳になったのはなぜでしょうか。やっぱりさっきの話じゃないけど、あまりにもそれ以前の戦前戦中の社会がやっぱりもう閉塞逼迫してて、閉じられた社会で、まあ、ですからそこから解放してくれたように見えたんじゃないでしょうか。あまりにも軍人が威張っていたし、あまりにも軍人がむちゃくちゃをしたし、だから日本人はもうあんな時代が来るんだったら、アメリカがもたらしてくれたこの自由と民主主義の社会で頑張った方がよほどいいと思ったし、今もそうなんじゃないでしょうか。僕は、まあ、それに加えてですね、アメリカの戦争犯罪がですね、あまりに非道だったので、うん、もうなんか恐怖に駆られてですね、アメリカには逆らっちゃいけないということはあったと思うんですよ、うん、だって普通原子爆弾落とさないですよ、うん、市民の上にね、優しくしたら、うん、反抗されるけど、うん、とことん恐怖を与えたら、うん、もうへなへななっちゃうってことですか。ストックホルム症候群っていうんですけどね、ルミーさん、ポピュリズム、大衆迎合政治、古代ギリシャの修具政治から始まって、常にそのマイナス面が露呈してきましたと。ですから、まあ、その今回の戦争でもですね、日本国民がこううわーっとなってしまったあれをですね、この方は、ポピュリズムじゃないかというふうにおっしゃってるんですけども、このポピュリズム的な回線を避ける方法はもうないんでしょうか。それはみんながやろうって言ったら、それはもうそうなっちゃいますよ、あの時点でも今でもね。でやっぱり当時の日本人はやっぱり非常に好戦的だったと言わざるを得ません。膨張することをやっぱ良しとしたし、だから一億総懺悔って戦後に言われたけど、あれは本当にその通りで、みんな国民一人一人はやっぱ責任あるは責任あったと僕は思いますね、うん。ゴンハラさん、今の中国は大日本帝国末期とそっくりではありませんか。どういう点でですか。今の中国は多分その軍事拡張して、そうそうそう、で異論を許さない、うん、で敵をアメリカに求めてどんどん緊張を煽ってるってことですね。そうですよね、うん、そうよく考えたら、うん、それでアメリカから締め出し食らって、うん、なんかこう爆発するのかしないのかみたいな、うん、だからよく言われるけど、なんか1941年の日本に対する締め付け方と、うん、なんかちょっと今似てるよね。そっくりですよね。なんかね、うんうん、なるほど。だから多分アメリカは中国が一発どっかでやってくるの待ってるんじゃないですか。なるほど。パールハーバーもう一回どっかでやってくれないかなみたいな。南シナ海あたりってなんか、でも本当にそれでじゃあ例えばそれなりの局地戦っぽいのが起きて、うん、で中国がぺしゃんこになったとしても、うん、やっぱさっきの敗戦革命はないけどそれでチャイナが自由な民主主義になったらよかったってことになっちゃうかもしれませんね、うん、これ来週発売ワック、はい、
米中激突の地政学、はい、これ憲法の説明ください。はい、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます、お願いします、アマゾンで買いますんでお願いします。ディアーズ0093、排日移民法によって形成された、これアメリカですね、世論の影響が大きかったと昭和天皇が言及されています。これは昭和天皇の独白録にありますね、メディアの煽り、リフレ派の言うところの経済の不安定さと相まって戦争開始に向かった世論形成には他にどんな要因があったでしょうか。人種差別と不景気と、あとメディアの煽り、あとやっぱ 軍への信頼というんでしょうか、やっぱ帝国陸海軍そう簡単には負けないぞというふうに、やっぱ思ってはいたでしょうね、これなら勝てるんじゃないかっていう、だからある程度やっぱりさっきの海軍もそうだし陸軍でもそれなりの人はね、賞賛もあるとは思ったと思いますよ。そうですね、だって大和も武蔵もすごいんだもん、当時世界に46戦勝もない、だから飛行機っていうことを考えなかったら相手が撃てないところからこっち撃てて勝てるんだから、テクノロジーはすごかったですよね、当時からね。そう、ゼロ戦もすごかったしね、それがね、戦後の新幹線とかになってますからね、みんなね、あとこれすごくユニークなご質問でですね、はい、ジョージ・カイホさん、私は日米ハーフで日本育ちアメリカ在住ですと、で父方の祖父が、日本でジムやっていて、でアメリカ型の祖父は潜水艦乗ってたと、で日米戦争は日本に非があるとアメリカではもちろん教えてますね、で原爆も正当化されてますと、で日本が悪かったという認識は変わってませんと、でもし対戦を通して日本が関わったことで世界やアメリカに対して誇れることが何かありますか。日本にとってですか。日本がやったことで、アメリカ人にも誇れることがありますか。まあ、誤解を恐れずに言うと特攻攻撃だと思います。あれこそ日本の文化であり、あの戦いを見て今でもアメリカ人だけでなく、世界各国 の、軍人だけでなく民間人の中でもやはり日本に対する尊敬、ここまで行くかっていう若者がね、それはあったと思いますね、ですからもうそれこそ何でも誤解を恐れずに言うと、特攻攻撃こそ日本文化の一番詰まったもんやと僕は思うし、あの攻撃だけは20世紀のあの時点で他のどの国も採用できへんかったと思いますね。あれをあんだけ大規模にやれたいうことは、でも言えないじゃないですか、そんなこと。アメリカの方から特攻攻撃すごかったですねと、こちらももう精神だけは学ばなきゃいけないですよねって、口が裂けても言えないよ、よその国はね、だけどしかも日本も海戦で負けてるし自虐史観もあるからね、言いにくいんだけど言っちゃいました。でも同じことは例えば伊予と でもありましたよね、海兵隊、向こうの海兵隊の方で伊予島で戦ったっていうのはすごい名誉なことだと言われてる、でアーリントンにその伊予島のでっかい記念碑があるじゃないですか、星条旗をみんなで掲げてるね、やっぱりその、特攻とか伊予島だけでなく、やっぱさっきのね、戦闘機同士のゼロと F4F とか、F6F の、それはもうあの戦い方はもうアメリカのパイロットからしてはもう必死なんですよ、もう、それはもうミッドウェイもそうだ、アメリカも必死で来たんですよ、だからその時のそれはこれだけの戦いを世界に見せたっていう、誇っていいと思う、それが多分その今の日米同盟におけるアメリカ側の信頼にも多分つながってますね。日本軍は戦うとき戦えると、で若者たちの末裔がこれだから、あんまりおかしなことをすると、また特攻やってくるぞっていう、それが陰に陽にアメリカ側のあまりにも横暴なものがあった場合にはそれへのストッパーの役割を果たしたと僕は思ってるし、これ証明できないけど、だからその意味においては懺悔された方々にも無駄ではなかったですっていうふうに僕は言いたいです。
お時間まだいいですか。はい、はい、あと何分ぐらいですか。あと大丈夫、あと15分ぐらいとか。はい、うん、広島で社会科の教員やってますと。ミッチさん、うん、平和教育って何でしょうか。うん、広島ではノーモア被爆者、うん、核兵器反対が繰り返されますと。うん、私はこれらを否定するつもりはないですけれども、うんうん、広島だからこそ考えられるようなもっと現実的なシビアな平和教育があってもいいんじゃないでしょうか。ただ反対反対じゃなくて、なんかもっとこうリアルな教育できませんか。うん、だからやっぱり、まあ、広島でやりにくいかもしれないけど、核があったからこそなんていうか、あの抑止できたっていう面は今振り返ればあったと思います。戦後において、もし米ソの核のバランスがなかったら、またどっかで例えば朝鮮戦争とかで使われた可能性もあったかもしれないと思うんですよ、核がね。ただソ連もあると。だったらちょっとマッカーサーが使うぞって言っても、いやマッカーサー解任みたいな感じで。だからそして北朝鮮においても、なんであれほど核にこだわるかというと、それが一つの大きな外交のカードだからだと思います。ですから反対というのはそうなんですけど、核があることによって実際には国際政治において何が達成されるのかっていうのをシビアに、うん、あるいはクールに、うん、冷静にね、うん、教えるっていう、それもありや思いますね。うん、ただ広島でそれはやりにくい、あまりにも原爆のそれが悲惨だったからね。楓さん、前石原都知事、日本は核を持つべきだというご発言についてどう思いますか。うん、はい、はい、これも誤解を言いますと、私も核武装はするべきだと思っております。うん、日本に核があることによって、これ言ってもいいのかな、でも言っちゃえ、やはり中国とか、それこそどっちも核保有国ですね、中国、チャイナもノースコリアもね。だからそれがよほど抑制されると私は思います。だからもう今、核はそれで相手を接触しようという、そういうものというよりはむしろもう大きな外交カードになっちゃってると思うので、それは使わないものなんだけど、あると何かと力になってくれるよっていう、そういうものかなと思いますね。ただ被爆国なのでね、唯一難しいでしょう。先生どうですか。私はですね、うん、非核三原則の撤廃で十分だと思います。あ、はい、持たなくてもね。 そして、うん、持つとも持たないとも言わない。あ、なるほど。これはね、イスラエルがやってるんですよ。持ってるかもしれない、ね、かもしれない、うん、核の曖昧戦略って言って、うん、そうすると周りの国は、あ、持ってるかもしれないって疑うから日本を攻撃できない。うん、なるほど。はい、うん、日本の技術だとやれるわけやから、はい、あるかもしれないよっぽい発言はしてもいいよね、別になくていいから。うん、で能力はあるし、まあ、材料もプルトリウムあるし、うんうん、それでも十分だと思いますね。はい、じゃあ最後に、はい、ゆうたさん、戦争の原因について、僕はバタイユの無為の生産過剰性と突発的解放の話がかなりしっくりきます。うん、タピオカに近い、ちょっと意味がわからないと思ってちょっとバタイユと戦争についてどうぞ。ああ、でか結局ジョージ・バタイユという思想家は、その戦争というものを定期的に訪れる祝祭というふうに捉えたわけですね。要するにお祭りなんだと。そこではもう当人っていうんですけど、消費ですよね。消費こそが目的になり、何の役にも立たないんだけど破壊が行われ、そして人の動きがそれで一旦止まり、そして再び次の力がこう社会に蓄えられていくと。だけどどん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 蓄えられていくと、その行き場がなくなってくるので、定期的に戦争というお祭りをやってガス抜きですよね、分かりやすく言うと。それでみんながはーっとなって、うん、でまた次のっていう、このサイクルを繰り返していくのが人間で、うんうん、だからこれはいいとか悪いとかとは関係のない、お話なんだというのが、まあ、バタイユ理論なんですよ。うん、だからこれ80年代には日本でもよくこの祝祭理論っていうのは言われて、うん、最近言われないけど、うん、ある程度当たってると思いますよ。つまりもうお祭りなんですよ。うん、だから人も亡くなっちゃうんだけど
あのだからこそ気合いも入るというね、もうだからそのサッカーみたいにさ、うん、そんなんじゃない、もう命かかったものだから、そら燃えるよね。真珠湾の時にね、もう日本中がうわーってなったのはそれですよね。あの時みんな明るい気持ちを持ったんですよ。そうですよね、あの12月あの、うん、臨時ニュースを申し上げますって、うん、あの時にね、うん、ああどうしようこれで戦争になってとかさ、うん、誰も思わなかった、うん、奇妙な明るさと、うん、あの今までずっと閉ざされていたようなものがパーンと開けたような、うん、よくやってくれたっていうね、うんうん、だからなんかオリンピックみたいにこう戦争をですねお祭り化することできないですかね。なんか期間限定で、うん、ここだけでこの中だけでやりますみたいな、うん、あと人が死なないようにしてなんかサイボーグっぽいものがやるとか、そう、うん、まあおもろいかもね。どっかの島で、ね、うん、行くぞって感じで、うんうん、10年おきにアメリカ軍に、うん、燃えるかもね、うん、結構あの当時の最先端の飛行機でさ、そうバババババッ、うん、ドローン同士がやればいいじゃないですか、負けたとか、うん、今度は勝てるやんとかなんとか、うん、そしたらなんか本当の戦争をやる気がなくなるじゃないですか。そうだね、誰も死んでないし、うんうんうん、はい、ということで、今日はですね千鳥ヶ淵で戦争について語るということで夢ラジオさんに来ていただきました。本当に長い時間ありがとうございました。 ありがとうございました、はい、茂木先生またやりましょう。はい、はい、さよなら。